北京五輪一般向けチケットを販売せずイギリス保守党元党首 MI5 警告めぐり発言アメリカコロナより多い薬物中毒死3倍中国アメリカ農地を大量買収世界で参加者続々ファールーコンの無料オンライン講座 皆さまこんばんは1月19日の D ニュース小島千里がお伝えします17日北京五輪組織委員会は同市で新型コロナウイルスオミクロン株の感染が確認されたことを受け一般市民へのチケット販売を中止しました組織委員会のウェブサイトに掲載された発表によるとチケットの配布は一部の観客に限定されるとのことです 中国衛生当局によると、北京で初めて確認されたオミクロン株の感染者は26歳の女性銀行員で、中国産のシュノバック製ワクチンを3回接種済みとのことです。北京当局は、現地住民の携帯電話に通知を送信し、彼女のここ1ヶ月間の行動履歴を公表し、彼女とすれ違った可能性のある人は直ちに報告するよう伝えました。 また情報を隠しさらに感染を拡大させた者には罰則を科すと警告しています昨年9月時点で北京はすでに大会を国内の観客のみに限定していましたが今回の決定は北京オリンピックの観客がほとんどいなくなるのではないかという予想を裏付けたものになりました 選手に対するワクチン接種義務はありませんが、接種を完了していない選手は21日間の隔離が義務付けられています。中国政府は選手や関係者に対し外部と接触させないバブル方式を徹底し、ほぼ常時マスク着用を義務付ける方針です。この制度は現地のボランティアにも適用されます。北京は中国国内の他の多くの都市と同様、 オリンピックと重なるる旧正月ををを前ににに住民に外出を控えその場に留ままよう指示をしています次のニュースです。イギリス議会において中国共産党の工作員が影響工作を行っているとしてイギリス情報局保安部 MI5 が警戒を呼びかけたことについて今月16日イギリス保守党のイアン・ダンカン・スミス元党首は これは氷山の一角に過ぎないと述べましたその上でイギリス議会の破壊を試みる中国当局にはより厳しい姿勢を示すべきとの見解を示しましたイギリス国内における情報収集活動を担う MI5 は13日イギリス国籍を持つ中国系女性弁護士が 中国共産党中央統一戦線工作部 UFWD と連携して議会に政治的な介入を行っているとして異例の警告を発しましたダンカン・スミス氏はイギリスのテレビ番組「トレバー・フィリップス・オン・サンデー」に出演し中国共産党がイギリスの政治システムに侵入し人々を誘惑して破壊する試みは今に始まったことではないと指摘した上で あまりにも多くの政府が慎重になりすぎており、そのことに声を上げていないと述べました。さらに独裁体制を強める中国共産党を残忍と表現し、党の思惑通りになるよう自分たちへのあらゆる批判を阻止しようとしていると批判しました。また中国に対しては民主的で説明責任を果たす欧米と同等の扱いはできないと述べ、 最中強硬姿勢を取るべきだと主張しましたイギリスのプリティ・パテル内相は政治的な干渉活動に関与する外国工作員を起訴する法律を強化することの必要性を強調し現段階では法的権限がない基礎も実施できるよう検討していると示しましたダンカン・スミス氏は2016年日・米・欧などの議員らが 中国共産党政権による人権侵害などを監視する対中政策に関する列国議会連盟 IPAC を設立しました彼は中国当局による新疆ウイグル地区での人権侵害に批判的な姿勢を示したことでその後中国当局の制裁対象に指定されましたジーホイールイギリス下院議員は18日 中国当局にイギリス議会議員への制裁解除を要請し制裁を続ける限りあらゆる選択は失敗に終わると中国を牽制しました続いてのニュースですアメリカのサンフランシスコではおととしの薬物過剰摂取による死亡者数は中共ウイルスによる死亡者数の3倍近くとなっています 元住民が NTD に猛威を振るう中共ウイルスより、はるかに大きな問題について語りました。悪いというのは控えめな表現です。恐ろしいとしか言いようがありません。これは伝染病そのものです。昔はこうではありませんでした。サンフランシスコ出身のジェニー・シャオ氏は、ここ5年で薬物の過剰摂取がより深刻になったと語ります。 以前は地域に関係なく街を歩けました死体も生死もわからずにつま先で歩くこともなかったまた注射針などの麻薬の道具の間を通り抜ける必要もありませんでした市のデータでは2020年の中共ウイルスの死亡者数が261人だったのに対し薬物中毒の死亡者数は713人だったことが明らかになっています7月。 サンフランシスコのロンドンブリード市長は薬物の過剰摂取を防ぐために1320万ドル約15億円を投資すると発表しました。最近では市当局が過剰摂取防止プログラムの一環として安全な駐車施設を推進しており、早ければ来春にも開始される予定です。しかし、シャオ氏によればこれは問題に応急処置をしているに過ぎず、 自滅に向かうようなものだと言います。このような対処は過剰摂取や害の危険を減らすだけです。とはいえ、常に自分を虐待しているような状態に閉じ込められていることに変わりはありません。いわば死と隣り合わせの状態なのです。とその深刻さを語っています。シャオ氏は、死はメンタルヘルスのプログラムにもっと投資する必要があると強調しています。 ニュースを続けます中国当局はこの10年間アメリカの農地を積極的に買い集めていますアメリカ議員は自国の食品サプライチェーンの安全を守るために中国側の農地買収を阻止するべきだと強調しましたダンニューハウスアメリカ下院議員は6月下院の2022年度農業予算法案 HR4356 の修正案を提出し、6月30日にアメリカ会員採出委員会により全会一致で承認されました。同法案が成立すれば、中国当局、イラン、北朝鮮、ロシアなどの国有企業によるアメリカ内の農地の買収を禁止する権限が農務長官に与えられます。中国では、 当局は立法や共産党組織の設置などを通じて、国有企業と同様に民間企業を支配し、経営に介入することができます。アメリカ農務省 USDA のデータによると、2020年初めまでに中国の投資家が購入したアメリカ内の農地は19万1652エーカー、価値約186万ドルと、 この10年間で約14倍に拡大しました。アメリカ農務省の2018年の報告書では、中国当局による農業、人業、漁業への海外直接投資も2006年より10倍以上増え、2016年には33億ドルに急増したことがわかりました。報告書は、これらの海外投資は巨大経済圏構想一帯一路と密接に関連しており、 世界市場における中国の影響力を高めるために野心的な農業投資戦略計画を制定したと示しました次のニュースですカンボジアでは学生たちが地域支援として人間を運搬するドローンの試作機を開発し交通手段としての活用や消火活動への導入を目指していますカンボジアのプノンペン郊外にある カンボジア国立工科大学の学生が人間を運ぶためのドローンの試作機を開発しました。MPIC 人間運搬容器と名付けられたこのドローンは開発とテストの初期段階にあり 60kg の人間を1人乗せ高さ 4m を10分間だけ飛行できます。学生たちは3年と約220万円というコストをかけてこのドローンを作り上げました。 用意が完全に整い、十分なテストが済むには、少なくともあと2年必要だと見積もっています。パイロットを務めた21歳のロン・バンシスさんは、自分の住む町の評判の悪い交通渋滞に打ち勝ちたいという思いから着想を得たと言います。彼は次のように発言しています。ドローンタクシーを作ることで、社会の問題を解決したいという思いがありました。 また、消防士が消火活動をするためのドローンを発明したいとも考えています。例えば、一般的な消防車では届かない高層ビルの場合、このドローンが水を運べば、高層階まで放水ホースを運ぶことができます。カンボジア国立工科大学では、消火活動に特化したドローンの施策も計画しています。 このプロジェクトには最大で約450万円かかる可能性があります。しかし、世界的な健康危機から試作機のテストと開発が大幅に遅れているため、同大学はこのプロジェクトのためにさらなる投資を確保しようとしています。最後のニュースです。パンデミック期間中、北米をはじめとした世界各地で中国古来の気候修練法、 ファールンゴンの無料オンラインレッスンが開設され参加者は現在も増え続けています。カナダのファールンゴン学習者で無料レッスンのコーディネーターであるライ・ジチュウ氏は大紀元の取材に対し世界中から人種や職業、年代を超え多くの人がオンライン講座に参加していると語りました。特にパンデミック期間中に参加希望者が大幅に増加し 現在では14カ国語に及ぶ多言語クラスが開設されているとのことです。これまで英語、フランス語、中国語のオンラインクラスには5000人以上が参加しており、免疫力が高まった、不安やストレスが解消されたといった声が多く聞かれました。レッスンに参加したラナキラ W さんはステージ4の直腸がんを患っていましたが、昨年7月に バールンゴンの修練を始め3ヶ月後には病院で検査を受けたところ腫瘍はなくなり手術痕はすべてきれいになっていたといいます海外の学習者に加え中国本土でも多くの人がネット封鎖を突破してオンラインレッスンに参加しています父さんと名乗るある参加者はバールンゴンのおかげで物事がよりクリアに見えるようになったと語りましたまた、自身の参加してて、いいるレッスンについて クラスの雰囲気がとても良いので、終わって欲しくないと話しています。無料オンラインレッスンは日本でも開催されています。日本でのレッスンを開講した劉秀香さんは昨年大紀元の取材に応じ、レッスンは好評を得ていると話しました。 ワールンゴンは真・善・忍の理念を中心としたゆったりとした動作と座禅からなる精神修養法で現在世界で90余りの国と地域に伝わっていますニュースは以上です今日1月19日は平家物語でも有名な戦い平治の乱が勃発した日ですこの戦の前線ともいえる黄元の乱をはじめ 親族同士で打ち合うなど、まさに骨肉の争いとなりました。そんな平時の乱に勝利し、平家であらずんば人にあらずとも歌った平家も、後に鎌倉幕府を開いた源氏も滅亡やお家が続かなかったことから、乗車必須の断りを表すとは、まさにこのことだと感慨深くなりますね。今日、平家物語を思い出し、歴史に浸るのもいいかもしれません。それではまた明日お会いしましょう。